肉筆画で描写された白表紙姿の生御前頃白表紙は平安時代末期から鎌倉時代にかけて起こった歌舞の一種及びそれを演ずる芸人主に男装の友女や子供が今用や漏洩を歌いながら舞ったものを指すが男性の白表紙もいた素表紙とも書きこの場合は無伴奏の即興の舞を指す 複数の白拍子が登場する鎌倉時代前期の軍旗物語、平家物語では、白拍子の起源について、鳥羽院の時代に、島の千歳、和歌の前という二人が舞い出したのが、白拍子の起こりであるとしている。また、初めは水管を身につけ、立江星を被り、白さや巻きを刺して舞ったので、男舞と呼んだ。途中で江星、刀をのけて、 水管だけを用いるようになって白拍子と名付けられた。と解説している。白拍子は男女問わずに回れたものであったが、主として女性、子供が舞うことが多かった。古く遡ると巫女による巫女舞が原点にあったとも言われている。神事において、古くから男女の負が舞いを舞うことによって神を憑依させた際に、場合によっては一時的な異性への 変身作用があると信じられていた。日本穂高が熊祖性伐において助走を行い、神宮皇后が三冠性伐の際に断層を行ったという説話も、彼らがふとして神を憑依させたことの象徴であったという。このうち、巫女が不況の暗柄中において舞を披露していく中で、次第に芸能を主としていく遊女へと転化していき、そのうちに遊女が、 不以来の伝統の影響を受けて断層し、男前に長けたものを一般に白拍子とも言うようになった。白いひたたれ、水管に立えぼし、白鞘山木の刀を刺すという断層で、歌や舞を披露した。伴奏には鼓、時には笛などを用いた。後に、猿楽などへと変貌していった。後に早歌や、癖舞などの起こる素地ともなった。また延年にも取り入れられ、 室町時代初期まで残った。白拍子を舞う女性たちは、遊女とは異家貴族の屋敷に出入りすることも多かったため、見識の高いものが多く、平の清盛の愛称となった義王や仏御前、源、義経の愛称となった、聖御前、後鳥羽上皇の愛称となった、亀菊など、貴士に愛された、白拍子も多い。また、微妙や、磯禅寺等、 歴史に名を残す白拍子も多い。仏御前を例にとると、14歳の時上京し、叔父の白川兵内のもとで、白拍子となり、その後京都で名を上げ、当時の権力者であった平の清盛の屋敷に詰め寄る。その当時は、白拍子の義王が清盛の長愛を集めていたので、追い払われるが、義王の誘いにより、清盛の前で即興で今用を読み、 それを自分で歌いながら、前を見せ、一気に調愛を集めた。この時読んだ今世は、以下のようなものである。君を初めて見る折は知恵もヘヌべし姫小松午前の、いけなる亀岡に鶴こそ群れいて遊ぶめれ。ありがとうございます。